こんばんは。コウジさんタコ、ありがとうございます。決済リマインドマンです。金曜22日金曜までお話し会の決済が金曜までとなっております。ミキヤくんタコ、ありがとうございます。アキアンさんタコ、ありがとうございます。済ませました、ありがとうございます。金曜、金曜花だれの日、花だれの日まで。たっくん、たこ、ありがとうございます。配信が終わったら決済します。忘れないでくださいね。やすルパンさん、アイラブユークマさん、ありがとうございます。アイラブユークマさん、こんばんは。金曜日、吉野家、吉野家で牛丼食べてます。うーん、親子丼か。やすべえさんタコ、ありがとうございます。まだ暑いですか？まだ暑いです。クーラーつけてる。今日昼間一瞬だけ大雨だったね。春夢さんタコ、ありがとうございます。文吾さんもタコ、ありがとうございます。そう、でも今日は私ついてるなって思ったエピソードがあって、そう、雨、そう、昼ね、昼に外に出ようと思って外を見たらめっちゃ大雨だったんですよ。激大雨、みたいな、ありえんぐらいのレベルのザーザー降りで、でも私は準備して出かけようとして準備したから、もう雨の中でも行ってやれと思って普通に外出たの。そう、そしてまあ、あの下に行ってエントランス出ようとしたら止んだんですよ。もう雨でも行っちゃると思って傘持って出たら、まあ玄関出てからその建物を出るまでちょっと時間かかるんですけど、その建物出たら止んで、そう、止んだんだけどみたいな、メンバーとラインしてて、そう、止んだの、その時に。で、傘いらなくなって、そう、で、そう、バス停まで行ったんですよ、傘をささずに。そう、何回か止んでたじゃん。私めっちゃタイミングよくて、そう、エントランス出たら止んで、まあ、傘ささずにバス停まで行ったんですね。そう、で、バスが来るまで時間あったから近くの建物に入ったんですよ。まだ5分ぐらいあったから。そしたらまた雨が降り出したんです。そう、私が建物に入ったらまた雨が降り出して、そう、あーって思ってバスが来るけん外出ようと思ったらまた止んだの。そう、建物に入ってまた降り出して、あ、降り出したって思って
バスが来る2分前ぐらいに建物を出ようとしたら止んで、そう1分ぐらい傘持たずにバス停に立ってたの。普通に屋根のない、え、すごくない？でそんでバス乗ったらまた降り出して、え、ガチなんです、もう動画撮りたいレベルで、めっちゃ運良かった。そう、私が建物に入った数分だけ降って、そろそろバス来ると思って2分前ぐらいに出たら止んで、嘘みたいだよね、動画回したいけどさ住んでるとこバレるけんさ。でそうバス乗ったらまた降って、そうでも目的地に着いた頃には止んだの。だから私はすごいタイミングよく傘を使わずに、え、すごくない？なんか、え、すごすぎてなんか動画にしたいって思ったんですよ。あんまりにもすごくない？あんな大雨だったのに私が外に出るタイミングだけ止むんですよ。本当にたまたま。そうだからめっちゃ強運じゃんと思って、そうバスの雨宿りし、建物に入った数分だけ降ってバス来て止んで、でバス動き出したらまた降って、でも目的地着いた頃にはまた晴れるんです。それの繰り返しで、そうすごいなって思った。たまたま雨雲とのタイミングが良かったんだろうけど、全部がうまくいきすぎててびっくり。バス乗って降り出して目的地近づいてきたら収まってきたのがめっちゃびっくりした。え？みたいな、やむやんと思って、でやんだ。なんでなんだろうね。こんばんは。あんな激大雨だったのに。狙ってないからできるんだよ多分。なんかそう、私が外に出たタイミングで3回ぐらい晴れたのだから、バスが一番すごいと思った。バスに乗った時に雨降ったのに私が降りるところでは止んだっていう。私の守護霊がそういう霊なのか。ね、なんでなんだろうって思った。なんか嬉しいけど嫌な気持ち。そう、誰にも共有できない。でも全部晴れたんです。傘全然使わなかった。え、なんかやだ、なんかちょっと嫌じゃない？嫌なこと起きそう。そんな被ったら晴れるタイミングが全部うまくいったもん。なんか嫌な感じはする。こんばんは。傘忘れてないですよね。だってそんな全部うまいこと晴れたんですよ。家を出るタイミングで晴れて、バス停で建物に入った瞬間に降って、またバス来た時に晴れて、バス出発したら降って、到着したら止んで、そんな。でも私は雨好きなんで全然いいんですよ。そう、全然傘さして行こうと思って覚悟を決めて出たら止んだの。雨好きですよ。雨の日になんか家の中でまったりするの好きし、全然雨に打たれても平気。全然大雨とかで傘さして歩くのも好きなんですけど、結構タイミングよくて晴れちゃうんですよ。だから最近は
雨に打たれることとかないです。もし落ち込んだ時とかにさ、雨にでちょっと外出て雨に打たれよって思っても晴れちゃうんだよね、この感じでいくと。ちょっと悲しいことがあったから外に出て雨に打たれようと思って外出て晴れる。滝に打たれる。雨嫌なんです、雨嫌です。雨に打たれたい気分の時ありますよねって、あるよね。私も一回結構雨の中、そうベンチに座ってたことある、傘ささずにそう雨に打たれたくて。今日は全然打たれんかった。そう雨に打たれたい時こんばんは。失恋した時は雨に打たれたくなる。ドラマみたいやん、ドラマじゃん。確かに失恋、告白して失恋した人雨に濡れながら帰ってるイメージあるわ。制服びしょびしょになりながら、こんばんは。台風の時に外に出たくなる。へえ、変わってるね。優しい雨のように。うん、でも昨日雷すごかったよ、夜めっちゃ雷鳴ってた。雷鳴ってた。雪も好きですよ。雪あんま降らんけどね。リカちゃんが卒業発表したら雨に打たれてきますって。雨降るかな、いいタイミングで。そんな今日雷ね、昨日も雷すごかった。こっちの方は夜中めっちゃ光るよね、めっちゃ光るよね。夜電気消してたら光るのがすごいわかる。ピカって。雨に打たれた。今日どんな靴履いてたの？今日は何履いていたっけ？あ、でも運動靴とかかも。歩きやすい。雨降るかなと思って。濡れてもいいやつで。あの普通のスニーカー的な。地面が濡れてるから。
ね、歩きやすさ重視、全然おしゃれとかはしてない。なんか昼に食べたラーメン、昼に私昼ご飯しか食べてないけど、替え玉したけんお腹いっぱい。消化しきれてないわ。こんばんは。スニーカーね、替え玉、な、替え玉多かった。めっちゃ写真送ったでしょ。多かった。なんか丸々2杯食べたぐらい。お腹いっぱいだから昼と夜一緒に食べた気分。体も多かった。まだお腹いっぱい。盛り上げに来たよって。こんばんは。え、そう、替え玉ね、同時に頼んだ。まっすぐだしと思って。結構ラーメン食べるの早いから。そう、でも3分後ぐらいには入れたよ、中に。まあ3分の2ぐらい食べ終わったところで、そう、入れた。途中で店員さんのさ様子を伺いながら呼ぶの大変じゃん。だからもう同時でいいやと思って。あ、替え玉欲しいなって時にさ、店員さんを呼ぶのがさ、なんか大変だからもう最初からでいいやと思って。最初から。でもすぐ入れたよ。すぐ食べてパパッと一つ目の麺も。スープ飲んでから替え玉したらもうさ、麺そのまま食べるしかない。あ、ボタンないお店。そう、ボタンがあればいいけどね。ボタンない。そう、替え玉があれば替え玉する。でも替え玉は2分ぐらいかかりますって書かれてあったんですよ。でもラーメンってすぐ食べるじゃん。だからもう先に持ってきてもらっとこうっていう。頼んでから2分は来ないからさ、まあもう先にいいやと思って。こんばんは。ね、替え玉が欲しくなる2分前に頼めたらちょうどいいんだけど、2分とかちょうどね、3分の1とか食べれたぐらいやけん、あんま変わらん。最初から頼んだ。一覧とかはね、ボタンがあるけんボタン押せばいいんやけど、ボタンないとこは頼みづらい。わざわざ最初から煮たの、ないんじゃない。大盛りとかはない。替え玉頼んだことない。ラーメン一杯じゃ足りんのんですよね。ラーメン一杯じゃ軽いじゃん。ラーメン一杯だと軽いんです。
ご飯チャーシュー丼とかってこと？あ、タウン情報、タウン情報、売上日、え、ラーメン一杯でお腹いっぱいになる？いいね、羨ましい。そう、タウン情報フラグできる本屋さんで。こんばんは。でも私が今日行ったお店はチャーハンはないの。ご飯だったらチャーシュー丼かな。隣のお兄さんが食べてたよ、つけ麺とチャーシュー丼みたいな。チャーハンはないんだよね、あそこ。チャーシュー丼はある。え、ご飯か。ご飯、ご飯はラーメンとはあんま食べないかも。替え玉、そう、替え玉安いからね。200円ぐらいでもう一回ラーメン楽しめるの強い。チャーシュー丼な。確かに今度チャーシュー丼にしてみようかな。充電させた。そう、200円以下、180円ぐらいで、もう一回さ楽しめるじゃん、ラーメンを。替え玉したら具材あんま減らさずに、そう、もう一回食べれるから私は替え玉する。こんばんは。ほうほう、ラーメン食べたくなる？食べな。そうね、ラーメンとご飯は頼まんかな。めっちゃお腹空いてたら頼むけど。あ、でもチャーハンがあるところでは私チャーハン食べてるわ。チャーハンセット、確かに頼んでるわ。チャーハンセットとか焼き豚卵飯セットにしてる。中華屋さん行ったら焼き豚卵飯セットかチャーハンセット、エビ天セットとかもあるんです。唐揚げセット、唐揚げとチャーハンとラーメンとか、地元だと頼む。そう、焼き豚卵飯セットありますよ、博楽店とかあそこにもある。あっちにもある、なんだっけな、結構あります。広島ではラーメンしか食べんかも。そうし、重松飯店、重飯。愛媛だったらチャーハンセットとかにする。チャーハンと唐揚げとラーメンのセットとか、チャーハンとエビ天とラーメン。チャーハン食べたくなってきた。なんかたまにチャーハンにハムが入ってるお店があるんですよ。博楽店とか前入ってた、今入ってるんかな。ハム入ってるチャーハン好き。ハムの細切れにされたチャーハン。そう、エビ天、中華屋さんエビ天あるくない？あれ好きなんです、エビ天。ハムが小さくカットされた。博楽店結構ハム入ってるイメージ、変わってなかったら
エビ天めっちゃ好き。そう、エビ天あるところある。なんかマヨネーズみたいな、タルタルソースみたいなソースをつけて食べる。タルタルソース、絶妙な美味しいソースをつけて食べる。エビマヨ、確かにエビマヨ、あー、でもエビマヨに近いかも。確かにエビマヨって呼ばないな。エビ天です。エビフライ派？あ、でもどっちも好き。エビフライ派かな。確かにエビマヨ、マヨじゃないんだよね、なんか独特。紙切れありがとうございます。エビ天なんですよね。博楽天、服部さん、タコありがとうございます。酢豚のパイナップルはあんまり好きじゃない。画角が引き気味。うどんも食べる食べる、最近食べたよ、4日前ぐらいに。肉うどん、酢豚はパイナップルない方がいいな。私はうどんは肉うどん派です。あと鍋焼きうどん、あ、鍋焼きうどん最近一人で行ったけど、猫舌なので鍋焼きうどんめっちゃ熱かった。なんか永遠にさ、冷めんじゃん鍋焼きうどんって、容器が熱いから。だからめっちゃ熱って思いながら食べてた。美味しいよりも熱いが勝って、なんかあんま美味しさを楽しめなかった。鍋焼きうどん、ラーメンすぐ食べれる。ラーメンってそんな熱くなくない？なんか鍋焼きうどんめっちゃ熱いんですよ。鍋焼きうどんめっちゃ熱いの。なっちゃんとは行かないね、一人で行ってる。一人で自分の好きなタイミングで。そう、しかも鍋がめっちゃ熱いから冷めないんですよね、永遠に。でもあんまり時間かけすぎてもダメだから、一人で行ってさ、結構人入ってるし、早く食べて出なきゃって思うから、結構頑張って食べる。熱い、ゆっくり食べれるならいいね。お好み焼きも全然一人で行けます。最近全然行ってないけど、もう暑がりながら食べるんですよ。早く食べなきゃと思って、早く席開けなきゃと。暑かった、美味しかったんだけど暑かったから。
熱いって思いながら食べた。普通のお皿のうどんにすればよかったよな。吉野家とかめっちゃ一人で行ってますよ。最近は行ってないけど、一時期めっちゃ行ってた。最近よく行くのは定食屋さん、週4、週3とか。和菓子は何が好きですか？和菓子、お餅、お餅、吉野家最近行ってないな。そういや、そう、定食屋さんに結構行きつけてるから。定食屋さんいろんなメニューあるしね。好きな定食は B 定食。そう、バランスいいよね。白いご飯とお味噌汁とね、野菜もついてるし、だから定食屋。そう、 B 定食が好きですね。あと牛ポン定食もよく食べる。美味しい。夏だからポン酢であっさり牛ポン。そう、 B 定食です。牛ポン、松の屋は行ったことないかも。あ、松の屋で、あのとんかつとかの方か。それは行ったことある。松屋はない。松の屋はあるわ。いい定食まであるんです。なんか A とか B とか E まである。日によって変える。大戸屋、大戸屋どこにあるっけ。ああ、あんま、え、めっちゃたまにって感じ。年に数回は行ってるかも。あれ、大戸屋はあれにハマってた一時期。ネバネバのオクラとか山芋とか、ネバネバのネバネバ丼みたいな、あれにハマった時期あった、去年ぐらい。納豆とかオクラとか山芋とか乗ってるやつ、ネバネバのやつ。お弁当屋さん最近行ってない。今定食屋さんに常連になってる。今定食屋さん常連になってる。こんばんは。確かにお弁当屋さんな。ネバネバ系苦手。マジ？納豆とか嫌いなの？私ネバネバ好き。納豆も好きだし、オクラとかもめっちゃ好きです。山芋も好き。ネバネバ系苦手。へえ、苦手な人多い。そうなんだ。おいしいよ。爆弾丼、それかも。
こう見えてはもずくが好きですって。どう見えてんだ。もずくね。生卵の白身は苦手。あ、でも生卵は私もそんな得意じゃないかも。生卵飲めない。もずく美味しいよね。わかる。卵かけご飯。牛皿麦とろ御膳。吉野家みたいなメニュー。納豆についてるタレ使います。え、使わずに自分のやつ入れるってこと。オリジナルの醤油とか。でもからしは使わん。からしついてるじゃん納豆って。からしは使わない。中尾行ったことある。中尾ある。なんか牛丼屋さんいっぱいありすぎて、中尾はどこにあるやつだっけってまず場所を思い出さないと。行ったことあるかわかんない。ポン酢で食べる。へえ。納豆にさ付属されてるタレが美味しいじゃん。あれ、あのタレ。中尾は全然ある。納豆食べたくなってきたね。納豆とマカロニサラダ。へえ、全然食べれる。ね、今納豆食べたよ。パックで。納豆コンビニにもあるけんね。いつでも手に入る。納豆。行ったことないからおすすめあるかな。中尾の中尾、中尾のおすすめは親子丼らしい。でも私は鶏肉が苦手なので親子丼は絶対に食べないんですよ。牛丼かカレーとか。なんかのカレーが美味しかった。唐揚げのカレーかな。まあでも美味しいですよ全部。なんかのカレーが美味しかったです。チキンカレーかなんか。カツカレーか。カツカレーが美味しいです。え、唐揚げはいけるけど、親子丼みたいなすごい鶏を感じる鶏がダメなだけで、唐揚げとかは好きです。ケンタッキーのチキンも最近食べれるようになりました。でもあれはいけない。コンビニのささみみたいな、すごい鳥っぽいやつが好きじゃない。まあ唐揚げも好きな唐揚げと好きじゃない唐揚げもあるんですけど、鶏肉の味感じないやつは食べれる。唐揚げはさ、なんかその衣とかで味消されてる
鶏肉のケンタッキーとかも、もう鶏ザ鶏肉みたいな味感じたらダメ。サラダチキン食べれないだから、ファミスキはギリいけます。だから唐揚げくんも食べれる。味ついてるじゃん。でもサラダチキンってなんかもろ鶏肉じゃん。手羽先もギリギリ食べれる。サラダチキン系と親子丼の鶏肉なかった。そうサラダチキンマジ鶏だよね。食べたことないけどそれ伝わってくる。最近食べたインドカレーみたいなのにもなんか鶏肉が丸々ポンって入っててわおって思った。鶏肉親子丼みたいな。クリスマスのチキン、そうサラダチキンは食べたことないけど鶏肉は食べたことあるからどんな味するかは分かる。鶏の味が苦手だから丸々のサラダチキンはもろ私の苦手な鶏なんです。でもたまにお話し会の昼ご飯とかでサラダチキン弁当みたいなの出る。違うの選ぶけど。こんばんは。薄い塩味で美味しい。でもさ鶏のさおこわは夜ご飯、おこわは夜ご飯です。鶏の味感じたらもうアウトなんですよ。絶対無理な食べ物。でも私親子丼食べれるんですよ。なんかあんまり食べたくないっていうだけで全然食べれる。別に食べろって言われたら食べれます。バジルとかの味付いたやつ食べれるかな。でも大きいじゃん。焼き鳥、鶏皮食べれる、手羽先も食べれる。本当に生の鶏が、親子丼の小さな鶏ですら鶏の味感じるんですよね。鶏の味を感じる前に飲み込んだらいいんかな。スティックタイロンもあります。詳しい。食べてるの？ヘルシー。別に親子丼食べれますよ。鶏がダメとかリカちゃんと結婚できねえって。別にいいじゃん、勝手に食べれば。私食べなくても、一緒のもの食べなくても。あ、おやつ代わり、そりゃあかんな。ご飯代わりにしないと。それもミニマロンさん結婚してギフトありがとうございますって言った。おやつ代わりか。でも偉いね、ポテチとか食べずに。鶏私焼き鳥食べれるよ、唐揚げ食べれるよ、ケンタッキー食べれる、サラダチキン以外食べれるよ。サラダチキンは食べろって言われてもちょっと
口は夜食。最近ね、青のりのね、片揚げポテト食べたよね。美味しかった。昨日の夜夜食、昨日の夜食、片揚げポテト青のり美味しかった。仲間だ。あ、レバー食べれるよ私。そう、片揚げポテトのなんか青のりみたいな新作出てて、コンビニの。美味しかった。え、片揚げ、でも私嫌いな食べ物ねほぼないから、それなぐらい。あと全部食べれるから、親子丼も食べれるから。反対やん。何が？食の趣味？でも結婚するにあたってそんな食の趣味大事かな。お父さんお母さん、別に私のお父さんお母さんとか嫌いな食べ物別。あ、冷凍したご飯もね、私家の実家のだったら食べれる。自分の家兼食べれるんだけど、実家のとかは食べれる。正反対。でも私鶏肉だけですよ。サラダチキンだけだよ。あと食べれるから、お刺身食べれるし、そのエビとかも全部食べれるし、焼肉もレバーも鶏皮も食べれます。だからサラダチキンだけだから困らないよ。キュウリも食べれる、人参も食べれますし、野菜も食べれます。旦那がサラダチキン食べたいって言っても作らんやろって。私は食べんけど用意はするよ。そう、サラダチキンだけだから。でもサラダチキン食べれんくて困ったことないので、これまで。全然いける。わっ、あ、めっちゃ携帯熱、びっくり。あ、充電さしておけんか。爆発寸前ぐらい熱いんだけど。ないか。冷えるやつ貼ってる貼ってる。爆発しそうなレベルで熱かった、びっくり。私の家でそうサラダチキン出てきたことないから、出てこないよ。ふと携帯触ったらめっちゃ激アツだった。なんでだろう。帰宅しました、こんばんは。なんかお腹別に空いてないのにお腹鳴る。空いてるんかな。卵の白身がちょっと焼けそうなぐらい熱い。サラダチキンは家族で苦手じゃないよ。食べれるんじゃない、みんな食べれると思う。
か今日めっちゃぶつけるわ。いや今日はもう食べないのって。そうだね、お腹空いてないんだよね気持ち的には。ラーメンね、なんか替え玉頼んだけ残したらダメだと思って最後めっちゃお腹いっぱいあったけど必死に食べたんですよ。結構味濃いめじゃん、あの汁そば。メンマもトッピングしたし、そうし替え玉も思ったより多くてめっちゃ空腹で行ったわけじゃなかったから、そう替え玉して残したら学校悪すぎるから必死に食べたんです。いつもね、でもこの前一杯じゃ少ないから次来た時絶対替え玉頼もうって思ったんですけど、今日は多く感じて最後はめっちゃ苦しいと思いながら、なんか食べ過ぎたらなんか息ができなくなる苦しさになるくない？歩いたら食べてすぐとか息が詰まる苦しさ。いや、でもいつも足りんのんですよ。今日は私なんでだろう、あんまお腹空いてなかったからかな、なぜか多く感じて最後めっちゃ必死に食べた。だからなんか気持ち的に今お腹いっぱいなんだけどお腹は乗ってる。え、半替え玉あるんですよ、一蘭にありますよ多分。最近した半替え玉一蘭だったっけ。あ、一蘭にもある気する。でもね替え玉ないと少ないからね、なんかお腹いっぱいにならんとさなんか食べた気分になれないから。一覧ある。1.5 玉。なんかそういうのないね。最初から大盛りみたいなのないよねなかなか。東京でサラピと行ったうどん屋さんとかはあったけど 1.5 でとか2とか3とか。あ、スープは飲み干さない。スープ飲まないです。なんかなってるー。半チャーハンの大盛り何がしたいんだ。一回半分に。少し足らないぐらいがちょうどいい時もあるけど、でもお腹いっぱいになれんかったらさ、なんか食事したんかどうかわからんくなって、なんか満足感が得られない。スープ飲み干す人もいるよね。スープ全部飲めないな。飲み干す？すごっ。まあ少しは飲むけど、あれ全部飲んだら結構じゃない？お腹いっぱいに麺をさたくさん食べてお腹いっぱいな上に、あ、そう、満腹感欲しい。せっかくご飯食べに行ったらちょっと足りないなーで帰りたくないんですよね。ラーメンを食べきった後に残ったお汁を全部飲むってなったら8割飲んでしまいますって、そんな気持ちだけの少し残しても変わらん。
どん兵衛、そんなかなる。そうね、カップ麺とかインスタント麺もスープ飲まない。残飲み細って、ご飯もスープも完食しなければ、あ、でもご飯とかは全部完食しますよ、私も。けどラーメンのスープはね、むずいな。確かに器の底に、確かにそういうの、でも私ご飯とかはちゃんと定食屋さんとか残さずに食べるんですよ。まあ普通ですけど、それはだからね、健康体なんです。ご飯もちゃんと食べてるから健康体なんです。だからね、なんか痩せんのやろなって思いながら、お肉がつく、米とか全部食べたら。ね、白ご飯はお肉がつきやすいらしいけど、私全部食べるのでお肉ついちゃいます。皆さん、耳を残す人はどう思いますかって。え、残すの？ピザの耳か。まあ分かるよ、耳じゃないところが美味しいもんね。耳なんか、でも耳が好きな人もいるよね、ピザって。そうだな、最近ピザ食べてないな。食べたか。え、ピザの耳が一番美味しい。マジ？私耳じゃないとこが美味しいと思う人です。え、食べるけどさ、ピザ食べてないな最近。近々食べようと。そうね、ピザの生地のタイプにもよる。そう、なんか私がでも一番最近食べたピザは、その耳と、その耳じゃない部分の境目がわからないぐらい同じ感じの素材だった。パリパリしてないやつだったから、なんか普通に何も気にせずに食べてた。たまにね、耳感強いやつあるよね。耳、そう、もちもち系だった。普通にパリパリじゃなかったよ。なんかお一人様ピザみたいなやつ、お一人様用のピザ食べた。ドミノピザ26まで安い。マジ？お一人様ピザ。ピザ何が好きって？でもなんかなんだろう、でも王道のやつ頼むかも。
あの赤いやつ、普通のサラミとか乗ってるやつ。けど最近はなんかあのマヨネーズ系のやつも美味しいなって。そう、王道のが、そう、サラミ乗ってるやつ、王道なやつが好きだったけど、でマヨネーズにジャガイモみたいなのもあるんです、あるじゃないですか。あれも美味しいって思う。なんかマヨジャガみたいな、あれ美味しい。ジャガマヨかな、こっちでもいいや。マヨジャガ、そのジャガイモとマヨネーズのやつ美味しい。でもサラミ好き。サラミだけ剥がして食べたい。サラミ、こんばんは。ピザ宅配しないですね。あんましないかな。買いに行くか、出前か。ピザ屋の宅配、出前かもな。ペパーロにマシマシ、辛いやつ、サラミ。そう、ピザ屋は買いに行ったらめちゃめちゃ安いよ。買いに行くだけでめちゃくちゃ安い。アメリカ風サラミ、へえ、ペパロニ、ハバネロ似てる似てる、カタカナ4文字。こんばんは。マネロ、ふむふむ。宅配すると倍くらいになるのって、多分ね、買いに行ったらなんか1枚ついてくるとかあるけんさ、まあ、倍ぐらいにはなるんじゃないの。ピザあんま買いに行かんけど、だって一人で食べるやつじゃないじゃん、ピザって何人かとかで食べるやつだから、あんまり一人では。そろそろ失礼するねって、早いね、まだ23時ではないよ今日は。お腹空いたな、なんか何食べようかな。一人で食べてごめんなさい。あれ一人で食べるの？丸ごと？でも最近さ、お一人様のセットあるじゃん。丸いこんぐらいのピザにナゲットとポテトついてるやつ、1000円ぐらいの、あれだ食べるね。お一人様で、翌日の朝ごはんピザ、確かに朝ごはんにピザいいね。文吾さん、アイスありがとうございます。ピータさん、だるまありがとうございます。食べきれないピザ、食べれない。ピザってなんかお腹にたまるじゃん、すごい一切れとかで、お腹にたまる、すごい食べた感じする。ピザの口になりました、影響されやすいね。今日はチャーハンから納豆になってピザになったよ。
わかるけど、今はピザが一番食べたい。チャーハン食べたくなって、納豆食べたくなってピザです。ピッツァ、残ったピザを翌日トースターでカリカリね、美味しいと思う。いいねいいねいいね。たっくんたこありがとうございます。納豆とチャーハンが乗ってるピザは美味しくなさそう。ごめんは納豆だけやったらまあまあまあ。チャーハンはまあまあ、ピザにご飯乗ってほしくないよあんまり。納豆ならね、まあ許せる。お腹空いたら何食べようかな。インスタント麺作ろうかな。ちゃんぽん麺、前に袋買いしたやつ。あと4つ残ってる。お腹空いた。あ、でもラーメン食べたんだ昼。忘れてた忘れてた。私の体の中が麺だらけになっちゃう。麺、麺だらけ。替え玉もしたし、さらに夜もラーメン食べたら私の体は麺だらけです。よくない。ゲームのお誘い来たのでまた来ますって。またね。ドリアやグラタンも好きです。好きです。エビが入ってるやつ。ラーメンは豚骨、豚骨塩醤油味噌の順番です。はい。あ、でも最近は塩の方が好きかな。豚骨、うん。エビドリア。美容にいい食べ物とか興味ない、関心ないって。何がいいんだろうね。アボカド。美容、納豆でいいんじゃない。もずく。ジャックさんだるまありがとうございます。みかん、りんご、フルーツか、肉。でも結構健康的に食べてると思う。肉とか。あ、お腹空いた。お腹空いた。そろそろ配信終わろっと。そう、バランスよく食べてる。結構健康。そう、バランスよく食べてます。一応ね。で、私がよく行ってる定食屋さんの牛ポン定食がマジで美味しいんだよね。写真送ったことあるっけ。結構頻繁に食べてる牛ポン定食。牛肉の下にはたくさん野菜が敷き詰められてて、野菜もねついてるんですよ。炒めた野菜。美味しい。ってことでランキング読みます。お肌も綺麗です。ありがとうございます。まあよく寝ることですね。美容はたくさん食べてよく寝たら
よく寝た方が肌良くなりそうね。いっぱい寝た方が肌にいいです。13位花雪さん、12位ミニマロンさん、11位コロンさん、10位マサパンダくん、9位タックンさん、8位ティーライダーさん、7位春夢さん、6位ミキヤくん、5位ウドムさん、4位文子さん、3位ヤスベイさん、2位服部さん、1位ヤスルパンさん。ありがとうございました。肌綺麗、嬉しい。今日ファンデーション塗ってないです。イエーイ。おやすみなほっぺくださいって。はい、そう、ファンデーション塗ってないですっていうパチパチ。おやすみなほっぺも投げました。ってことで、おやすみなさーい。前髪え切ったよ、昨日切ったよ。伸びたかな。おやすみー。